浜ゆっこです。ひできです。今日は楽天カードについてお話ししますの巻。はい、楽天カードが解約します。今度はポイント付与の対象に変更があります。楽天カードから au pay キャッシュへのチャージが7月1日よりポイント対象外となるんです。はい、楽天がまた解約をします。でもですね、僕は今回はまあこれはね仕方ないかなってちょっと思っていたりもします。なぜならチャージでポイントがもらえていた今までがおかしかったかなって思うので、まあ、僕はね楽天カードに感謝しつつ別の還元率 1% 以上のクレジットカードからチャージするようにしようかなと思っています。別のクレジットカードの候補としてはリクルートカードとかエポスゴールドカードとか JQ カードエポスゴールドとか三井住友カードゴールド NL とかがいいかなって思います。僕はキャッシュや au pay にチャージする必要があるときは最近手に入れた JQ カードエポスゴールドからチャージしようかなと考えています。皆さんは今後どうしますか？今チャージでクレジットカードにポイントがつくのは大サービスをしていると思うので、今後もポイント付与しなくなるカードが増えてくるかなと思っています。ですので情報を追うことはポイ活をする上で大切ですね。また何か変更がありましたらこのチャンネルでお伝えしようと思います。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。ひできはなんで JQ カードエポスゴールドを使うことにしたんですか？年間で100万円使うと1万ポイントがもらえるので、それをもらうために利用額を増やしたいっていうのと、万能な JR キューポが貯まるのでこのカードがいいかなって思いました。はい、というわけで今回は楽天カードについてお話ししました。浜ゆこと秀幸がお送りしました。ためになった、楽しかったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。またねー。